TOKIO を中心に旧ジャニーズ事務所、うつつ、ズミルインアップのタレントが多くのチャレンジに挑む人気バラエティ番組、ザ・鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系。毎年正月の夜、日テレは、ダッシュの特番を放送するのが恒例となっているが、今そこに異変が起きているようだ。制作会社関係者は話す。2024年のお正月は、ダッシュからの派生番組、ウルトラマンダッシュが放送すると言われていますが、これが1月1日ではなく、1月7日に放送されると言います。ダッシュは2011年から今年まで12年もの間、元日の常連だった。23年の正月も、2023年元日は、ダッシュ&夜更かし&キンプルの第一部として放送されました。それだけに、24年のウルトラマンダッシュが元旦ではなく通常放送日である1月7日に放送されるのは、日テレ内での明確な扱いの低下、都落ち感がありますよね。通常放送では初参り戦のゲストが活躍したり、ダッシュ等に大きな動きがあったりと、相変わらずの盛り上がりで人気を博しているんですが、11月19日放送の0円食堂のコーナーでは、準レギュラーのシクストーンズ、森本慎太郎、26、と、ダッシュ、初参り戦を果たしたセクシーゾーン、松島聡、25、の二人が活躍。街の人に礼儀正しく交渉する姿や、同級生コンビの森本と松島が仲良く二人きりのドライブを楽しむ姿が好評だった。なお、松島はトラビッシュジャパンの松田元太、24、と二人で、ダッシュと東京都のコラボプロジェクト、100年の森を作るに携わることも発表されている。一方、ダッシュ等では2014年に失敗して凍結していた電力化計画を再始動し、ゴミから蓄電池を作る計画がスタート。初上陸から12年目にして、ようやく、ダッシュ島に電力が導入される、ことを目指して、第一歩を踏み出した。番組の人気は健在だが、ダッシュが元日から、都落ち、する事態になった理由は、やはり、旧ジャニーズ事務所の創業者である、ジャニー喜多川氏、享年87、の加害問題の影響が大きいと考えられますよね。CM だけでなく、旧ジャニーズタレントが出演している番組から手を引くスポンサーも出ていると言われているほか、日本テレビのバックにいる親会社の読売新聞は旧ジャニーズについて非常に厳しく見ていると言います。日テレでは、嵐櫻井翔さん、41、も冠番組の終了が報じられていますよね。前道、元日に TOKIO と思い出を語り合った櫻井だったが、11月20日、櫻井が MC を務める日テレの冠バラエティ番組、1億3000万人のショーチャンネルが、2024年3月末をもって終了することが、スポニチアネックスに報じられた。ショーチャンネルは以前から視聴率不調が原因で打ち切り候補になったこともある番組だったが、同誌では、櫻井の所属している旧ジャニーズ事務所の騒動によるスポンサー問題が、番組終了に影響した可能性も指摘している。櫻井さんは、日テレの、ニュースゼロのキャスター継続や主演ドラマ、大病院選挙の続編出演のために、事務所から独立すると11月10日発売のフライデー、講談社に報じられていましたが、ショーチャンネルはダメだったということですね。くしくも、2023年の元日に放送された、ダッシュは櫻井さんがゲスト出演する内容でしたね。前室の制作会社関係者。2023年のザ・鉄腕、元日、ダッシュ。二人一組で自転車に乗り、少ない漕ぎ数でゴールを目指す人気企画、自転車200漕ぎでゴールを目指せが放送された。ゲスト出演していたのが、ダブル主演映画、ネメシスを控えていた櫻井と広瀬すず、25、当時ジャニーズアイランド、うつつ、アネックスの新社長就任で注目を集めていた、元 V6 の井ノ原快彦、47、だったのだ。TOKIO と嵐は若手時代から共演が多かったため、国分太一、49、が懐かしそうに、TOKIO のバック、ダンサーとかもやってくれてんだよねと櫻井に話すなど、思い出話に花を咲かせる場面もあった。この頃は、2023年が、旧ジャニーズ事務所にとって過去最大の危機が訪れる年になるとは、誰も思っていなかったことだろう。救世主、岸の再登場はいつか、窮地に陥っている旧ジャニーズの人気番組。ただ、ダッシュの場合は、救世主となり得るタレントの存在も指摘されている。
現在は滝沢秀明さん、41、のエンターテインメント会社、トベに合流している岸優太さん、28、ですよね。同じ元キング&プリンスのメンバーだった平野紫耀さん、26、神宮寺優太さん、26、とナンバー、愛として再始動した彼の復帰を願う声が多くあります。岸さんは自分が携わった、ダッシュの企画はすべて消化して、10月15日放送の、23度目の米作りを最後に出演していませんが、前出の制作会社関係者。2020年8月、当時キング&プリンスだった岸は、ダッシュに初登場してから準レギュラーとして番組に大貢献。岸の退所は9月30日だったが、収録が退所前とはいえ、10月15日放送回に顔を見せ、ファンを喜ばせていた。また、10月23日に行われた日テレの定例社長会見で石澤あらば社長、67、は岸と、ダッシュに関して、岸さんは、鉄腕ダッシュの大切なファミリーと考えており、今後ともその方針に変更はありません。と、発言。出演を継続する、とまでは明言していないが、この、社長発言は重いだろう。ファミリーの岸くんはいつ出ますか？お正月楽しみにしてます。ところで、岸くんは結局、ダッシュは継続なの？ぬるっと次回の登場を待っていればいいのかしら？といった声は多い。岸さんは、一生懸命で気配りも欠かさないため、視聴者だけでなく、スタッフからの評判も非常に高い。また、旧ジャニーズが出演している番組から手を引くスポンサーも出ているということは、逆に岸さんが出演し続けることで、ダッシュはジャニーズだけの番組ではないというアピールにもなるでしょう。そして何より今、ナンバー、愛はとんでもない人気ですよね。そのため、ダッシュに出演するかどうかは、もはや岸さん次第では、とも言われています。岸さんは現在も、バラエティ番組に興味があるとされる一方で、ナンバー、愛は24年早々にデビュー曲の発表やライブなど、本格的なアーティスト活動が控えていると言われているだけに、スケジュールの面では、ダッシュの出演が難しそうなところはありますが、前導、ジャニー氏問題の余波で、恒例となっていた、ダッシュの元日放送も消滅してしまった。救世主として大きな期待の声が上がる岸は動くのか。画像、もっと聞きたい、岸優太、鉄腕ダッシュ、最後のレディオのお茶目なニヒル笑顔。事実上、松島が後釜に収まっている感じもあるが。